FC 周り応援番組「いこうゆめスタ」「がんばれ FC まわり」J3 で戦う FC まわりを応援する番組「いこうゆめスタ」「がんばれ FC まわり」この番組は FM 愛媛と FM ラジオバリバリとの共同制作でお送りしていますこの番組はイオンモール今治新都市の提供でお送りします それでは FC まばりの最新情報を FM ラジオバリバリパーソナリティー7さんと FC まばりスタッフの金井さん、毛利さんが伝えてくれますさあ今日久しぶりにです、ね、電話ではありませんスタジオゲストにお越しいただいているのは、はい、FC まばりの金井良一ですよろししくお願いします。 FC まバりモオリヒロシです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと見ない間にどうですかどうすねあの二、えー、人ともね髪の毛があのかなりボ,ボ,ボサボサで伸びてるなっていう感じっていういやいやはい,い,いまあ、長い方もいいですけれどもはいまた二人ともね <laughs> 男前にまた来ていただきましてね盛り上げていただく FC まバりのこのコーナーまずはですねモオさんにお話を聞いていきます開幕日の情報を届けていただけます。 はい、えー、J リーグはですね新型コロナウイルスの影響で試合開催を延期していた、えー、2020明治安田生命 J リーグについて6月27日土曜日から、えー、J3 リーグを開幕することを決定しました <laughs> <laughs> ありがとうございます6月27日、<laughs> 再開と開幕に向けてということで、まあ今日はいろいろ情報を届けていただこうと思うんですけど、うんうん、開幕部決まったんだけど。えっとまあ 無観客での開幕がスタートという形になりまして、で試合のですね詳細の日程は、ですね6月15日月曜日に J リューグから発表が決まっておりますので、それまで日程については、お待どうしたら、西日本、東日本っていうふうな形にちょっと分けてとかっていう話もちらっと聞いてはいるんですが、はいまあ、そういうふうな、はい。 とととこころを踏まえていうですか、はい、方向性はあのそういった形でグルーピングして今、日程を再調整しているというところになってますさあ、そんな中、まあ、こうやって開幕、まあ、再開が決まった日にちも決まってきたっていう中で、うん、選手、スタッフ、皆さんたちはどういうえ今、選手はあの何か話しする機会もあるんですけど。 あのやっぱりこうしっかり準備してきたところもあるし、まあ、そこにまあ自信も持ちながら久々にボール蹴る喜びも感じて改めてサッカーの楽しさっていうのを感じてるみたいなのであのそこにコンディションも合わせながらあのグループで練習してたところもあの一部あの全体になっていくっていうところもあるんであと残り約1ヶ月も切ってますけどもここからねコンディション上げていくっていうところで。 またハードワークがしていかないといけないっていうことは言ってました、うん、なるほどはいあの森さんスタッフの方ははい、えっと、いよいよあの開幕っていうことで、まあ、運営もちょっとこれまでに想定してない無観客試合っていうことなので、まあ、そのルールをどういうふうに制定しようかっていうところであったり、まあ、あとは観客を少しずつ入れていくってなった時にどういった制限を設けて販売とかもしたり っていうのをちょっと考えなっていかなきゃいけないなっていうところでちょっとバタバタしている状況ですね。まあまずはその無観客というところで、うん、えそう試合自体はではやはりネットで皆さんに見ていただくというふうなところも踏まえてまたじゃあその6月15のその時の発表を待ちたいということになりますか。うんはいうん、そうですね。あの無観客試合でスタートすること自体は決定しているので、まずはちょっとダゾーンのクラブ 応援プランいいうのがございまして <laughs> <laughs> まこれに入っていただくとあのクラブの方に少しお金の方も入ってくる形で運営費にあの強化費に回っていく形になりますのでぜひこの機会にクラブ応援プランを加入いただいてダゾ z に加入いただければと思います。僕も入ってますからダゾーンの クラブ応援プランをチェックということですね。<laughs> はい、わかりました。しありがとうございます。で、はい、えっ、ー、とそのチケットに関することなんですが、ここも毛利さんです。はい、おお、はいえっと、今回ですね。あの、平日の試合開催とかもあの今後見込まれてくるので、まあ、元々想定していたあの試合日程っていうのはまずできない状況なので今回ですね。全員一律でシーズンパスの方を、えー、返金という形を決定しました。 えっと返金の仕方としては、ですね今、ご購入時点の住所を用いて、現金書留の郵送を予定しております。郵送自体は6月下旬より順次、発送していきまして、万が一、ですね現金書留の受け取りが困難な場合は、引っ越しに伴う住所、変更がある場合など、ですね大変お手数なんですが、FC まばりの方までご連絡をいただければと思います。 はい、まずは無観客での開催からスタート、で感染拡大状況などを鑑みながら、安全にお客様を迎える準備をこから、ねはい、進めていくんだという風な形で,す、うん、で、今後開催される試合の対戦カードはすべて組み直して、感染予防の観点から、近隣クラブとの対戦を優先的に実施をしていくということになります、はい、またその対戦カードなどについては、6月15日月曜日の発表、はい、これを待つということです。はい ささてさて、えー、まあそういったいろいろお知らせ事も入っている中、はい、えここから金井さんですね、はいはい、金井さんにえお知らせ届けていただくのが、はい、おうちで FC まばりのお話ですね先週の24日にも第1弾というところで、選手と一緒にえおうちで FC まばり、2019年の昇格の試合、マリアス戦を選手何人か出ていただいて、解説。 え楽しいトークという中でやらせていただいたんですけど第2弾ということでこれは勝手に僕は大好評をやったと思って第2弾と名付けてますけどもいや、絶対大好評でしたよっしゃ、<laughs> あの選手と一緒におうちでふしぎまわり第2弾として、あのー、選手、修業選手、駒野選手、玉城選手、橋本選手、岡田真二選手に出ていただいて。 あの選手それぞれの昨年の印象に残った試合をピックアップしていただいてその試合を解説いただきました、えー、選手はあのオンラインチャットのズームを使ってゲストの出演いただいてでライブ完全のサービスプレイヤーも使って今回もあの投げ銭という形でやらせていただきましたあの投げ銭えいただいた方には小室選手の写真とメッセージに入ったあのデジタルサインメッセージ入りフォトデータと、あのー ガチャの10個セットですねプラス選手サイン入りというのもあのプレゼントさせていただいてますのであのまだ残り、えー、1週間は一応投げ銭できるという形になってますのでぜひまだ見てない方はぜ、ね、ひ YouTube とかでもプレイヤーさんでも見ていただいてこんな企画ね、まあ、試合開催したとしても何か、まあ、時間見つけて皆さんにいろんなものをお届けしたいなというふうに思ってます。選手ももそういういいい気持ちででるみたいなんで是非 かりました。はい、さあ FC まばりの情報最新情報このコーナー届けていただきましたお二人、えー、金井さん森さんでしたが、はい、そろそろありの時間です最後にラジオ機きのリスナーに向けて一言メッセージをお願いしますはい、えー、J リーグ、えー、開幕決まりましたまたスタジアムに来れる日が必ず来ると思いますので、えー、その時はぜひユミスタでタオル回してみんなで盛り上がりましょう FC まばりの最新情報を詳しくは FC まばりのホームページなどをご覧ください FC 今治応援番組「以降夢スタ頑張れ FC 今治」この番組はイオンモール今治新都市の提供でお送りしました。